非認知能力を高める4つのコーチング哲学を解説します。はい、こんにちは。ライフコーチのミスターおかちです。やり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています。はい、これまでの動画ではやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきました。それはライフスキルです。いわゆる非認知能力。最後までやり抜く子はライフスキルが高くて、途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低い。だから最後まで自分がやると決めたことをやり抜く、そんな力、そんな子供を育むためにはライフスキルを高めることが大切です。今日はライフスキルを高めるための4つのコーチング哲学、いわゆる考え方を解説したいと思います。この4つのコーチング哲学は僕がアメリカに留学していた時に学んでいたライフスキルの教育機関としては有名なファースト T のコーチング哲学をベースに作っております。この動画を最後まで見ていただけたら、ライフスキルを高めるための具体的な考え方、そして行動習慣がわかる内容となってますので、最後までご視聴ください。はい、ということでこのチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための考え方、関わり方にフォーカスした動画を配信しています。興味がある方は最新動画を見逃さないように、チャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。あと SNS、インスタでも毎日配信してますので、そちら概要欄からつながってください。はい、ということで早速いきましょう。4つのコーチング哲学、非認知能力を高めるための。1、アクティビティベースド。2、マスタリードリブン。3、エンパワーユース。4、コンティニュアスラーニング。ということですね。はい、ちょっとね、頭の中では整理できてないんですけど、自分が今思っていることをね、ぺちゃくちゃお話ししたいと思います。まず1つ目、アクティビティベース。これは体験から学ばせるということです。もちろんね、テキストから学んだりね、レクチャーから学んだり、これも大事なんですけど、一番その子に影響を及ぼす、影響を与えるのは、実体験なんですね。実際心で感じる、実際体を動かして自分が学ぶことが一番その子の、その子を成長させるんです。その子の記憶に入っていくんですね。エピソードと記憶としてね。ただ情報として入るよりも何か体験として心が動いた状態で学んだ方が、記憶には定着しやすいというデータも出ています。ですので、とにかく体験させましょうね。もちろんレクチャーすることは大事です。子供が聞いてきました。ね、逆上がりどうするのって。で、逆上がりはこうするんだよって。レクチャーするの大事なんですけど、その後に、じゃあ一回やってみようかとか、じゃあ一緒にやってみようかと声掛けをして、次の体験を促すように声をかけていくということ。これが大事です。で、その時にポイントなのは、うまくできたかどうかはね、はっきり言ってどうでもいいです。とにかくやってみた、その体験した、行動したっていう、そこの動きに注目して、そこに対して声掛けをしてください。あ、やってみたんだね、うまくいったね、じゃなくて、やってみたんだねとか、ね、試してみたんだね、頑張ってるねって、そのやってみたその行動そのものにフォーカスして、それがうまくできたかどうかってまた後の話ですね。お母さんです、大人ですと、もっとこうやったらいいのにとかね、もっとこうやったらうまくやっていくのにってね、頭で浮かぶと思うんですけど、まずはとにかく見守る、一歩引いて見守るね。子供がやってみたいってなって動いてるんなら、それを見守って、子供が止まってどうやったらいいんだって分からなくなった時に、どうしたのって声をかけてあげるのは OK ですね。で、そこでいきなり答えを言うんじゃなくて、じゃあどうしたらいいのかなっていうふうに問いかけてみるっていうのもポイントですね。まずは見守る。そして、どうしたのって問いかける。で、その後に一緒に考えたり提案する。ね、先にこうやったらいいって提案するって、この提案するのは一番最後ですね。まずは、見守るということ。これとても大事なのかなと思います。体験させましょう。とにかく体験です。とにかく体験。ね、で、2つ目。マスタリードリブン。これ、プロセスと向き合うということですね。これね、ものすごく大事なんですね。オリンピック選手で、金メダルを取った人とメダルを取れなかった人の一番大きな違いは何だったのか。それは、パフォーマンスが高かった人、つまり、金メダルを取れた人は、勝つことを忘れていたんですよ。はい。勝つためには、勝つことを忘れる。これがね、めちゃくちゃ大事なんです。これどういうことかというと、勝つことっていうのは自分ではコントロールできないことじゃないですか。どれだけいいパフォーマンス出しても、どれだけ努力をして最高の準備をしたとしても、相手に勝てるかどうかは分からないし、審判がどんなジャッジをするか分かんないんですよね。だから審判も敵も、もっと言えば天気とかも天候とかも地面の状態、コンディションとかも自分にはコントロールできないことなんですよ。だから自分にはコントロールできないことにどうしようっていうね、意識をとらわれていたら、本来やるべきこと、自分がコントロールできる今やるべきここに集中できなくなるんですよね。で、最も大事なことは自分の最高のパフォーマンスを出すことじゃないですか。勝つためには自分の最高のパフォーマンス、自分の実力通りの力を出すこと、これが自分が一番やるべきことでしょ。で、そのためにやることっていうのは、その自分がやるべきことに集中して、相手のこととか結果っていうのは頭から外すということなんですよ。自分にはコントロールできないことを外す。ここまではコントロールできる、ここからはコントロールできない、相手の状態はコントロールできない、天気はコントロールできない、審判はコントロールできない、相手に何を言われるかのコントロールできない。でも今日の練習はコントロールできるし、どのように計画を立てるのかもコントロールできるし、失敗したその後に自分が何をやるのかって考える、そしてその次やるアクションに集中することは自分にコントロールできることなんです。だからできる限り子供にコントロールできることをできないことにフォーカスさせるんじゃなくて、できることに目を向ける声掛けをしていくことが大事です。だから例えばね、試合が終わった時に勝ったのとか、今日負けたとか、何点取ったとかね、そういう結果にフォーカスする声掛けをすると、子供が結果にね、意識をとらわれてしまうので、そうじゃなくて、今日はどうだったとか、何か面白いことあったとかね、前回と比べてどうとか、過去の子供と比べるような声掛けとか、プロセスに目を向けた声掛けをすることがとても大事です。だからプロセスと向き合うということであったり、他人と比べるんじゃなくて、過去のその子と比べる、どれだけ成長したのか、どれだけ進歩したのか、進化したのか、どれだけ準備をしたのか、どれだけ一生懸命、どれだけ夢中になっているのか、そこの一点にフォーカスすることが大事です。結果っていうのは後です。もちろんね、どれだけ漢字を覚えたのかとか、検定試験に合格できるかなとか、親御さんが心配することも多いと思うんです。でも、最も子供の時に大事なのは、やると決めたことにどれだけ集中できるか、どれだけ深く没頭できるかっていう力なんですよ。その一点、その力さえあれば、将来やりたいことを見つけたらね、その集中力を持って早く能力を身につけることができるんですよ。もうその一点だと考えてもいいんじゃないかって僕は思ってます。本当にやり抜く力の根幹は夢中になる力です。自分がやると決めたことを集中する。そのためには自分にはコントロールできないことにとらわれていたり、不安になったり恐れていたら、それができなくなる、没頭できなくなるんですよ。だからこそプロセスに目を向けた声掛けをする、これはね、とても大事かなと思っております。はい、それでは3つ目は、信じて任せるですね。はい、エンパワーユース、これも大事ですね。心配するのではなくて信頼する。ね、そのまま靴結べないの困ってる、だから助けてあげないととかね、勉強方法もっと効率いい方法あるのにな、教えてあげないのととかね、将来プログラミングやらないければ困っちゃうんじゃないかとか、英語ね、隣のクラスのたけし君もやってて、うちの子もやらさないといけないんじゃないかとかね、不安になったり心配になったり恐れたりすることあると思うんです。特にお子さんのことを大切に思っている親御さんならなお一層、そのね、心配になる気持ちってどんどん出てくると思うんです。それは分かります。不安になる気持ち、心配になる気持ち、恐れの気持ちは分かるんですけども、その不安になればなるほど子どもの自信がなくなっていくんです。一番大切な、一番信頼しているお母さん、そしてお父さんに僕は信頼してもらえてないんだというふうな気持ちになって、僕一人ではできないんだ、お母さんがいないとダメなんだってなって、自分を信じることもできないし、自分を肯定することもできない、そして自立することができなくなる、ずっとお母さんがいないとダメなんだっていうふうになってしまって、親離れができなくなるんです。だから心配するのではなくて信頼する。任せたのなら任せる。もう口出ししない。うまくいかなかったとしても口出ししないで、トライしたことをまずは認めてあげる。褒めるというよりも認めてあげるんですね。すごいねじゃなくて、何々ができたねと、できた状態を認めてあげる。で、認めてあげて、そしてその後に気づいたことがあればアドバイスというかフィードバックしてあげるのももちろん大事です。お皿洗う時には、こういう風に洗ったらもう少し良くなるかもしれないねとか、でも今のままでもトライしたのはグッドだよっていう風にね、まず褒めてフィードバックして、最後はもう一回褒めるというサンドイッチテクニックっていうのもあるんですけど、こういうとこダメだよ、こういうとこしなさいよっていう悪いとこだけ注意していくとどんどん自信がなくなっていくから、なので基本的には信じて任せる。で、トライしたことに関してグッジョブをする。で、何か気になったことがあればグッジョブって言って何か一つコメントをして、最後〇〇くんならできると思うよっていうふうにグッドで締めるということ。このサンドイッチテクニックでフィードバックするのもおすすめです。はい。それでは最後は4つ目ですよね。4つ目は、コンティニアスラーニングということで、背中を見せるです。見せるの身はね、魅力の身ですね。背中を見せる。はい、これ大事ですよね。はい、有言実行っていうことにもつながってくると思うんですけど、子供っていうのは大人の言葉だけではなく、いやむしろそれ以上に行動をじーっと子供の目線で見ているんです。これ見られてないかなと思っているんですけど、子供はじーっと行動を見ているんですよ。英語やらないと困るよと親は言うてるけど、親自身が英語勉強してなくて困ってなかったら説得力ないですよね。勉強しないとダメよって言いながら親が勉強してなかったら、本を読まないとダメよって言いながら親が本を読んでいなかったら、本読まなくていいんだ、勉強しなくていいんだ、英語なんて勉強しなくていいんだってなってしまうんですよ。だから言葉以上に行動を見ているということをまずは認識するということが大事です。ね、その上で子供にやってほしい行動、本を読んでほしいんだったら、まずは自分が本を読む。なんか目標を持ってほしいんだったら、まずは自分が目標を持って、そして毎日生きていく。そして英語を勉強してほしいんだったら、まずは自分が英語を勉強するということ。それがね、とても大切だと思います。でもね、すべてのこと、それを完璧にするのは難しいと思うんです。で、むしろ、完璧にしない方が OK です。完全主義じゃなくて不完全主義、完璧主義ではなくて実験主義って言うてます。完全な状態、完璧な主義をずっと見せていると、子供も自分も100点取らないといけないんだ、間違ってはいけないんだ、完璧にしないといけないんだという気持ちがどんどん強くなっていく。そうすると失敗を隠したり挑戦できなくなっていくんです。だから親こそ不完全な状態を認める。不完全でも挑戦している姿を見せていくというんです。自分はこんなことをやりたい。でも私はね、例えば英語の先生やりたいと思ってる。でも英語は全然喋れない。でも今一生懸命勉強して夢を叶えたいと思ってるんだ。っていうふうに言葉で語って、その姿を見せていく。最初は全然英語喋られへんかったお母さんが毎日毎日英語勉強してコツコツやっていく。その1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やったら喋れるようになってるやんって。努力したら初心者でも上達するやんって。そして最初は誰でも初心者なんやって、そういうことを、行動で見せてもらえると一番影響するんですね。だからもう完璧にできなくても OK、 不完全でも OK だから行動を見せていくということ、これがねもうね最も大事なのかなと思ってます。で、子供の成長のために、子供を良くしたいって子供に矢印を向ける、その気持ちは分かるんですけど、もう少し自分の方に矢印を向けて、自分がどういう風に生きていきたいのか、こんなことやりたい、あんなことやりたいと、自分が楽しいことをどんどん実現していく。やりたいなと思うことを見つけて、それに向けてトライしていく。それがね、最も影響力あると思うので、もう子供のことも大事なんですけど、自分のことをもう少し大切にしながら、自分をご機嫌な状態にするということ。そしてご機嫌な状態にして、ちょっとやりたいと思うことにちょっとぴょんってジャンプしてやってみるということ。これがね、とても大切かなっていうふうに思っております。はい、ということで今日は非認知能力を高めるための4つのコーチング哲学、考え方を解説してきました。1、アクティビティベース、体験から学ばせる。そう、まずは体験です。はい、とにかく体験させてあげましょう。そして体験には失敗がつきものなので、失敗したらすぐさまフォローです。トライしたことにまずはグッジョブ。グッジョブで、失敗っていうのはもうみんなが失敗してるんだよ。最初は初心者なんだよ。ほらお父さんだって失敗したでしょ。というようにお父さんがまず失敗を見せてあげたりとかね。で、失敗を許せる環境を作るということ。これも大事ですよね。2つ目、プロセスと向き合う、マスタリードリブンですね。最高のパフォーマンスを発揮するためには、自分がコントロールできるものとコントロールできないものをしっかり明確に分けて、で、コントロールできることにフォーカスするということが大事ですね。はい。他人と比べてばかりいたら、他人っていうのはコントロールできないんですよね。他人と比べるんじゃなくて、自分、過去の昔と比べる、過去の自分と比べる、昔の子供と比べるということであったり、結果だけではなくてプロセスとか準備とか、どれだけ夢中になったのか、本気で取り組んでいるのかっていうところにフォーカスするということが大切です。3つ目。はい。3つ目は信じて任せるですね。もう任せたならもう任せる。もう口出ししない。もう信じるということ。もうこの子はできる存在なんだ。やればできるんだ。今はできなかったとしても、どのかタイミングかでその子らしく輝くことができるんだって信じる。信じきるということです。この信じる。だから親御さんがどのように子供のことを思っているのか。信じれば信じているほど、その信じている通りの結果を、行動するようになるっていう、ピグマリオの法則があるんですね。今ちょっとうまく説明できなかったですけど、もう少し言えば、人間っていうのは、周りの人が期待している通りの行動をするようになるっていうことが報告されてるんです。だから周りの人が、この子はできる、この子はできるって信じていたら、その子は本当にできるようになるんですよ。ね、だから、その子がね、勉強してほしいと思うんだったら、勉強できるっていうふうに信じる。これがね、とても大切です。4つ目。はい。コンティニュアスラーニングということで、親も学び続ける。で、背中をどんどん見せていく。言葉プラス行動で見せていくということ。これがとても大事なのかなと思っております。以上です。今回の動画少しでもいいな、勉強になったな、ためになったな、そしてマックスお勝ち頑張れって思う方は、高評価ボタン、いいねボタンを押してもらえたら本当に嬉しいです。このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための行動習慣や考え方、そしてライフスキルにフォーカスした動画を配信してます。やり抜く子を育てたい、自分のことを好きに自分らしく自立して、生きていける、そんな子供を育てたいと願っているのであれば、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえて、仲間になってもらえたら嬉しいです。はい、ということで、以上かな。あと一つ、概要欄ご覧いただいたらお分かりいただけると思うんですけど、やり抜く子を育てるための無料 LINE 講座をやっております。そちらでは、動画やコラム、そして、質疑応答タイムとかをしながら、やり抜く子を育てるための、具体的な親の関わり方ってどうなんだろうってことを一緒に考えていく講座です。今なら無料でやっておりますので、概要欄からポチッとやって友達追加してください。はい、The End ということで、今日も聞いてくれてありがとうございます。それではワンダフルな一日を。バイバーイ。